皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。2022年6月17日ですけれども、徳島県南部で震度4ということで、珍しい震源地で大きな地震が起きておりますけれども、実はここ2015年に震度5という地震も起きております。この地震についての解説をしていきたいなと思います。徳島県南部で震度4ということで、四国を中心にですね、紀伊水道を中心に、和歌山、それから徳島、それから香川あたりもかなり震度3ということで揺れているということになっております。で、徳島県あんまり地震がないところなんですけれども、徳島県南部の震源、振り返ってみると2022年は3回しかありません。2021年は2回しかありませんが、震度3というのが1回あります。2020年も震度3が1回、2019年はなんと1度もないということで、2018年は結構多かったようではありますけれども、そんなにですね、他と比べるとあまり地震がないところで珍しいと思われるかもしれません。ただですね、2004年以降の震度別順で並べてみると、2015年ですね、震度5強という地震が起きております。今回の地震と非常に似ているということで、この時は震度5強ということで、周辺も震度3、かなり広範囲に西日本が揺れているという状況もあります。ただ、ここの震源よりも怖いのは、他にもあります。ここ直近ですね、めちゃくちゃ地震起きまくってます。もう福島県沖なんてもう呪われてるとしか言いようがないぐらいもずっと起きてます。それから石川県の能登、ここも去年からずっと起きてます。石川県の能登要注意です。それよりも怖いのがですね、青森県東方沖、宮城県沖、それから福島県沖なんていうのはもうここがもうしょっちゅう起きてるから、また大きな地震が起きても何の不思議でもないんですけれども、6月15日紀伊水道で2回起きてます。それから6月14日、豊後水道で2回起きてます。つまり紀伊水道、豊後水道、そしてこの徳島県南部となると、いよいよ南海トラフなのかみたいなところが最も怖いんですよね。南海トラフとの直接の関係はないとは思いますけれども、豊後水道、要は九州と四国の間、それから紀伊水道は四国と、それから和歌山、三重の間、紀伊半の間ということになりますので、同種の地区で起きているこの辺の方がちょっと怖いかなと思います。というわけで、徳島県南部という珍しい地震ですけれども、紀伊水道、それから福島県沖、を含む、東北沖、それから石川能登、そして豊後水道、この辺りの地震は要注意ということで、南海トラフには直接関係はないとは思われますけれども、紀伊水道や豊後水道でも起きているということで、引き続き四国あたり、西日本あたりの地震気をつけて、きちっとですね、備えをきちっとしていただきたい。水をいっぱい買うとか、電気ですね、モバイルバッテリーを買うとか、それから食料ですね、そうしたものをきちっと揃えていただきたいな、必要なものは概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧いただければなと思います。